前の動画ではこの誠さんの話を使って1時間時間を進めたらどうなるか1時間前はどうなるのかまあそういうのを考えましたそしてそれを考える時に大事なのはここの部分やね1時間っていうのは60分ですよとふんの針がぐるっと1周したら時間の針がちょうどこの1つ分合わせて進んでいくんやね つまり1周分60分が1時間になっています。それじゃあこれをちょっと頭に置いといてあ,あこういうことはんやっていうのを覚えておいて今度はこの問題やってみたいと思います。今3時45分です。次の時刻を答えましょう。っていう感じになっています。っていう問題です。 今3時45分やねんてちょっと分かりやすいようにもう3に時間の針を書いてしまいましょう本当はもうちょっと4の方まで進むんやけどねとりあえず分かりやすいようにやってみたいと思います3になっていますよとそして45分十五は短い長い針分の針はどこになる ここまでで30やったよね5015202530でした,5 10 15 20 25 30でしたそして30分から35分40分45分なので9のとこまで来たら45分になるんやねなので分の針はこうなってます45分を刺しています3時45分ですそれじゃあこから 1>, 1時間進んだ時1時間後1時間戻った時1時間前30分進んだ時30分後はそれぞれ何時何分になるでしょう次の時刻を答えましょうという問題です時刻っていうのは何時何分っていうことえねこれを答えてあげたらいいですそれじゃ考えてみたいと思います まず1時間後。これは分かりやすいんじゃないかな。3時45分から1時間経ったら、分の方は変わらないよね。だって1時間っていう時間の方しか変わってないので、この3時45分に1時間を足してあげたらいいんやね。つまり1時間進むとこっちの時間の方に足す位置してあげて、 4時45分になるやな。なので、針の動きとしては、これがぐるっと一周をしてきて、それに合わせて、この針も4の方まで動きますよと。ヒュッと動きますよと。このよういう感じやね。1時間たつと4時45分になります。分の方は変わりません。それじゃあ、丸に 2, 2つ目です。 1>, 1時間前は今度はどうなるやろ。これもこれをやったからもう分かりやすいと思います1時間後1時間後っていうのは後やねんから1を足してあげたらいいんやけど1時間前ってことはこっちになるよね針の動きは時間を戻してあげるんですえそして45分っていうのは時間の方しか出てきていないから変わらないので 2の方に戻って2時45分やね。このよういう風にして時間は進めたり戻したりすることができる。時間前何時間後っていうのを考えてあげられるんやね。そしたら最後3つ目。これが難しいかもしれません。今度は時間じゃなくて30分後って言っています。これはね ちょっと時計の針を動かしながら考えてみたいと思います。今3時45分やってな。それじゃあこから30分進んだらこっちの長い分の針はどこまで行くここまで行ったら5やね。ここまで行って10やね。15、20って進んでいく。30に行こうと思ったら3まで行かないといけないよね。 ちょうど今ここにあって半分が半分いったら30やから反対側の3まで行かないといけませんなのでこっちらの針は移動しますこっちにまで移動しました3のところまでねってことは長い針が3までいったら何分を指してるうん3は51015やから15分やね なので何とか時15分にはなりそうやなじゃあここは何時やろ今3時45分やったから3時になるんちゃうかなと思うかもしれんけど30分進んだやろ30分進むってことは時間はあとになるのでこっちらにぐるって動くときにここを通って3時は 4時に変わるよね。1時間進んでここを通ると4時に変わりますここを通ると4時に変わりますなのでこうなるんやねつまりどうなったかっていうとちょっと汚くなっちゃったけど短い針は4までいった長い針は3のとこまで行ったので 4時十五分,分後なのであとなので30を足して分を考えて時計はどこで考えたらいいです。そして時間をあとになるから4時に変わるんだね4時15分になります。こういうふうにして1時間後1時間前30分後30分前とかっていうのは考えられるようにしといてください。 1>, 1時間後にじゃあどこどこで待ち合わせしようとかさ1時間は勉強しなさいとかさゲームは30分までよとかそういう風に言われると思うけどそういうのが分かんないといけないよね。時計はすごく生活の中で大事なことなのでしっかり読んだりこういう風に考えられるようにしておいてください。